開発だったんだけど、そこで改めて今立駐屯地の紹介をいたします。今立駐屯地は昭和27年現在の地を切り開き、第一営者として造成、現在の地から直線距離で約 2km 離れた相葉の演習場入り口付近の入場施設を第一営者とし、2個の自作した営者を管理するユニークな体制でスタートしました。今日初めて。無礼をちゃんとな。